ネクラです今日もディアゴスティーンにが届いたので、スヌーピーのお家、ち続きを作っていきます。前回、この芝生とルーシーと、電気の、なんだろうなこれ、枠組み <laughs> 電気の部分を作ったので、今回はその辺が完成していくっぽいので、楽しみにしています。 じゃあ、早速開けていこう。今回ね、なんか前回まではそんなことなかったんだけど、今回からビニールに包まれた放送に変わりました。書店で開けないようになったのかな ?1、2、3巻までは宣伝としてパラパラっと見れてもいいけどってことなのかなと思います。開けていきます。ついでに、あの、いつもわざわざカット入れてるんですけど、雑誌の部分も取り外しちゃいます。 開けてみたんだけど、今回からライトパッケージになったみたいです。これはもう4巻は開けちゃったんだけど、5巻目を一緒に開けていきましょう。前回はね、すごい段ボールでしっかりした感じ。2巻目のがありました。<laughs> こんな感じで開けるしっかりしたね、これも段ボールでできてるんだけど、そんな感じじゃなくて、ライトパッケージは雑誌が後ろについてて、すぐ取れるの結構ありがたいね。なんだこれ。 <laughs> よくわかんないので後で見てみます <laughs>。で、こんな感じで段ボールが軽く入ってるだけで、この段ボールはゴミで、これは応募用紙がついた側ですね <laughs>。段ボールよりも薄い厚紙の側になってました。だから開けるの簡単だし、いいね <laughs>。じゃあ4号から作っていきましょう。で、これだけさっき紹介したんだけど、 今回は、この一巻目の部屋もちょこっと進むみたいなので、それも置いておきましょう。こんなもんかな。<laughs> 楽しみ。じゃあやっていきましょう。今回届いたのは、なんだこれ。クラフト用ボンド。ええー、ボンドもつくんだね。<laughs> と、雲とか、透明な棒はなんだろうな。 んなんだろう。<laughs> あとはライナスのフィギュアとか、あと、背景ですね。背景と、クッションも作るみたい。クッションはそのソファーに乗っけるやつみたいですね。早速作っていこう。 今回も雑誌部分はかなり少なめ。4ページぐらいで、あとは説明書の雑誌になってました。やっていこう。説明書はざざざっと読んだので、私のやり方でやります。<laughs> なんかカッターとか使うんだけど、ペンチとかの方がやりやすいところとかありそうなので。これ開けるの苦手なんだよね。なんかいつもガシャンってなっちゃう。オッケー。できた。 ヘンチじゃなくて、ニッパーでした。<laughs> ガンプラ作るときに使ってるニッパーを使って取り外していきます。そこまで重要なパーツじゃなさそうなので、サクサクっと外していきます。ちなみに、短いの3本、長いの1本です。よし。<laughs> こんな感じで取り外しました。取り外し終わったら、 雲を並べます。ちょっと私は説明書でたまに失敗するので、説明書通りに一旦並べます。A, B, <laughs> C, D。で、これを、プラを刺します。一番右のだけ、あ、ちゃんと A, B, C って裏に書いてあるみたい。雲に。いいね。わ <laughs> かりやすい。 D だけ長いクラブを差し込むみたい。いいかな。<laughs> 差し込み終わりました。これを。なるほど。背景に差し込んでいくみたい。こんな感じ。水色の背景に雲を差し込みます。 抜けやすいときは接着剤でって書いてあったんだけど、どうかなかなり抜けやすいように感じるな。接着剤で止めるか。そうね。接着剤で止めちゃいましょう。タミヤの接着剤を私は使ってます。 よし。こんな感じで、くっつけたけど、まだちょっと乾くのを待ちます。一旦置いておきます。<noise> 今のとこ全部取れてなかったのえ、嘘、どっから取れてなかったあー、なんか、最近バグで取れてないんだな、じゃあ。<laughs> えっと、クッションを待ち時間に作っていこうってう話をしてて、まあ、クリップが必要で、 うちにはクリップがないのでめちゃくちゃかき集めてきてこれが前回の福袋に入ってたやつあってよかったあと壁にかかってたでかいクリップと紅茶を留めてたクリップこれ使ってる間は紅茶が開きっぱなので早くやった方がいいねあと爪楊枝も必要みたいなので用意しましたじゃあ簡単そうなので一個ずつ作っていきますよし まずこの綿を細かくちぎります。このまま入れるとふわふわ感が出ないので、ふわふわさせるために自然になるようにちぎっていきます。クッションとかは結構こういうキットじゃなくても私は趣味で作るので、その糊で作れば大丈夫だと思います。 でまあ、いい感じにほぐれたら、これを詰めます。またちょっとずつ詰めるんだけど。まあ、いいでしょう <laughs>。思ったよりクッションちっちゃいね。グイグイっと入れていきます。 で、爪楊枝で角まで押したりとか、お好みで調整してみてください。あ、こんなもんかな。<laughs> したら、どうするんだいなんか、作り方だとボンドをつけて、このまま閉じるって書いてあるんだけど、ちょっとこのままだと、この切り口があまり好きじゃないので、私は折って閉じます。1ミリぐらい。 内側に折って止めたいと思います。ちょっとずつボンドつけちゃうかな、もう。中蓋を取って、これがいいボンドかどうかがわかんないから、あんまり良くないボンドだったら自分のにちょっと持ち替えますね。<laughs> 全然中蓋が取れない。よし。 今度をちょっとずつ取って、先に、この、見えるかな角の部分だけ、角ってか、縫い目の部分だけ内側に、先に折り目をつけちゃいます。いいかな 折ると大変だからその工程がないのかな。反対側も。この中のピラピラしてる部分はめんどくさい人は切っちゃってもいいかも、折りたい人はね。 こんな感じで本当はねアイロンとかを使うといいんだけどちっちゃいのでそれも難しいので指でギュギュギュッと押してこんな感じで内側に折り込めましたここをボンドでもうべったりがっつりつけていこうと思いますボンドでくっつけたところをクリップで思いっきり挟んで止めておきましょう完璧完璧 <laughs> 達成感ある。こうやって手を加えた方がちょっと達成感がありますね。折るのすごい大変なので。これを全部やっていきます。全部同じ工程だから飛ばしちゃおうかな。<laughs> あと、ボンド以外にこんな感じで自分で縫っちゃってもいいらしいです。まあ、縫うのはちょっとめんどくさいんで <laughs>。そうですね。あとはめちゃくちゃ同じ工程を繰り返すだけだし、私みたいに折りたたんでいくと長いので、一旦動画を中断して出来上がりまで飛ばします。 よし、しばらくおやつ食べてきたので、もう乾いたかな。<laughs> 見ていこう。大丈夫そうかな。結構クリップで挟んでた分、なんだろう。跡がついてる感じはあるけど、ちょっと凹んでる感じがしますよね。でもすごい自然なんじゃないかなと思います。いい感じで。 使っていけば、<laughs> だんだん馴染んでくるんじゃないかな。結構、凹んでる感じがするけど、もういっそのこと全部凹ませればいいよね。<laughs> 全部ここ、平らな面、こんな感じで作っちゃってもいいかもね。なるかなグググぐぐぐーって。 一回押せばもう片付くと思うんだよね。付かないかな付かないや。<laughs> まあ自分でこだわりのアレンジをしてもいいし、これくらいのクッションなら自分でも作れるもんね、お家で。それでもいいんじゃないかな。好きな柄のスヌーピーの顔付きクッションとか作っても可愛いかもね。可愛くできました。ただただ止めるよりもやっぱりちょっとリアルめなクッションになったんではないかなと思います。 こ,こっち向きに見たときに、やっぱり、切りっぱなしだと、ここが、ほつれてるところとかが見えちゃうので、結構、いいんじゃないかなって思います。可愛くできた。<laughs> クッションっぽいよね。やっぱり、この継ぎ目が見えないと、可愛いいんじゃないかなと思います。これをどうするの並べるの <laughs> 並べ方バランスよくって書いてあるんだけど、見本だとね、 こんな感じでまっすぐ並べてるんだけど、私は横側にクッションがないのがすごい気になっててキャラクターのバランスが悪かったので、こんな感じで横に、横に2個並べて、真ん中こんな感じかな。で、キャラクターを並べていきたいと思います。あ、いい感じ。その子すごい不安定だったの。だから、そのクッションとクッションに挟めれば完璧。 あすごくいい、すごくいい。<laughs> ここに、後ろにちょっと詰めたことで、この二人が手前に来るから、一緒に本見てる感が出ましたね。よかった、かわいい。なんかあんまり隣だとなんか、すごい至近距離で近づいてくる女みたいになっちゃったから、すごくいい。あ、すごくいいんじゃないかな。スヌッピーもちょっとこんな感じで。あ、めちゃくちゃいいね。<laughs> 一体感が出ました。最高クッション。<laughs> かわいい。いい感じ。じゃあ続きやっていこう。えっ、ー、とね、クリップを溶かします。クリップの出番が終わりまして、こっちに戻ります。こっちも接着したので、結構しっかりめに止まってますね。ここに前回の電飾をつけます。ただ入れるだけっぽい。 この2個の棒があるので、コードを通して、はめちゃうだけっぽいです。かわいい。立体なんだ。カチってつくのかと思ったら。かわいいね。すごい。立体なんだ。面白い。なんかスヌーピー感出てる。<laughs> スヌーピーカフェみたい。こんな感じよね。 かわいい。かわいいですね。じゃあ、次の号開けます。今回、ここまでが4号。で、5号も届いてるので、違った。ライナスが届いたんだった。<laughs> ライナスも、今回で、あー、落ちた。これね、そうなのよ。<laughs> うまくさせないのよ。ライナスはどこだライナスは、一番端っこでした。ここか。ここに、ライナスが。 でね、本当は最後接着できるみたいなんだけど、まだ接着できないから、この子たちがまだちょっと不安定なんですよね。こんな感じ。ここまでが4号。じゃあ5号開けていきましょう。てかさっき開けたね、5号。<laughs> 5号の中身はこんな感じ。シュローダーがいたり、このね、絵楽しみにしてたの、額縁の絵が入ってるので、そこに飾れます。後ろの穴にね、差し込んでいけます。 かわいい。あと野球の方の芝生のところにサスェンスとかお家とか、あと床板も届いたので、楽しみですね。ネジがついてるからきっとネジ締めが必要なんですね。早速やっていきましょう。楽しみ楽しみ。午後もほとんど説明書ですね。まあ、いいでしょう。楽しみ。<laughs> なるほど。まず、床板に、 背景を差し込むみたいなので、それは早めにやって乾かした方がいいですね。この突起の高い方が今回使う方なので、こっち向きに、この板を、芝生がすごいついてる。<laughs> こんな感じで、 固定するので、すごいぐらつくね。接着剤で止めます。接着剤は今回もタミヤを使っていきます。このタミヤの接着剤、オレンジのキャップ、どっちもかなまあこのタミヤの接着剤がプラを溶かして接着するので結構強力に固まるんですよ。だからこれを使っていきます。結構サラサラした接着剤で使いやすいです。 あの、風船にレモンとかグレープフルーツの皮の汁をかけるとパーンって割れるじゃないですか。そんな感じでプラをもろくして接着することができます。溶かしてるってこと。よし。じゃあ差し込んじゃいましょう。これ向き間違ったら、<laughs> もう取り返しつかないね。このまま固まるまでちょっと待ったり。 してきます。<laughs> このまま少し放置します。<noise> 乾かしてる間の暇な時間で、この額縁作っちゃいましょう。なるほど。このシュローダー、怒られ役みたい。<laughs> そんなシーンあったね。この一番手前に、こんな感じで怒られます。 かわいそう。<laughs> でね、まだ接着剤で固定できないから仕方ないけど、結構やっぱぐらつくね。<laughs> かわいいわ <laughs> ちゃんとやってよって感じですね。<laughs> まだフィギュアはやっぱ立てるの難しそう。 まあ、一旦置いといて、額縁をやりましょう。まず、額縁。全然映る場所にないね。<laughs> 額縁やっていきます。の濃い茶色が額縁 C。に氷山かなこれ何の柄だろう なんだろうね。湖と山 <laughs> この柄を貼ります。この額縁には上下があって、この突起があるのが上なので、まあ、この向きで貼ります。かわいいね。今回もイラストが全部かわいくて癒されますね。 いきます。可愛い,い、完璧。こんな感じです。可愛い,いね。<laughs> じゃあ、次のも貼っていきましょう。えっ、ー、と、この。木がたくさんあるやつ。が。 めちゃくちゃ切れてるやつ <laughs> 貼りましょうちょっとはみ出すな <laughs> はみ出すのはいいのかなほんのちょこっとはみ出しました 折るの切るの <laughs> 特に何も書いてないけど、ちょっとここベタベタするから、なんかゴミとかついたら嫌なので、折っちゃおうかな。うん。折ってもあんまり違和感ないので、折っちゃいましょう。<laughs> こんな感じでちょこっと折りました。まあいいでしょう。次どれ、これか。 このちょこっと切れてるやつに家の絵を飾ります。かわいい家だな。<laughs> かな？よしこちらもいい感じで貼れました。 で最後の一個 <laughs> 全然取れないこれグイって入れてある <laughs> なんとか <laughs> なんとか取れましたこの山のやつ釣るかな この山のやつをえっ、ー、とこの欠けてるのが上面なのでこの向きで貼っていきますこれは結構くぼみの作りがちっちゃくて難しいかもまあ こんなもんかなあんまりくぼみがなかったので、額に。ちょっとずれても大丈夫そうですね、これは。かわいい。こんな感じ。なんか他のは二重に線が入ってたりしてわかりやすかったんですけど、これはつるんってした感じの額縁でした。で、それをあの背景につけていきます。 大変そう。ソファーとか一回撤去した方がいいな。そうですね。ソファーから一旦。このまま。<laughs> で、前回つけたこれみたいに接着剤で額縁をどんどんつけていきます。じゃあ床まだつけない方がよかったじゃんと思ってしまう。<laughs> 床つけちゃったらちょっとね。 やりづらいね。大雑把に接着剤をつけてくっつけていきましょう。こんな感じでつけ終わりました。 すごいかわいい。やっぱ額縁いっぱいのお家いいですね。ピント合ってるかな <laughs> こんな感じ。一旦戻します。レイアウトし直して乾かしておきましょう。うわあ。<laughs> 一気にお部屋がちょっと豪華になりましたね。 いい感じ。こんな感じです。よし、じゃあ、もう。こっちに戻ろうかな。一旦フィギュアを外して。後ろに六個ある、この。この、なんていうの。<laughs> この時。を。そこの。 棒に差し込みます。こんなもんかはまりました。で、このはまったのを裏からネジ止めしていきます。付属のネジを一旦取り出しやすそうな場所に出しちゃおう。で、1号でついてきたドライバーを使ってネジで止めちゃいます。 止め終わりました。丘が固定されていい感じですね。この結構盛り上がってるんですけど、前回まですごいガタガタしてたけど、これで固定されたので安定して可愛い感じ。で、結構ネジの穴が深かったんですよ。こことか。見てわかるぐらい。かなり、ピントも合わないね。 こんな感じですごい深い穴だったんですけど <laughs>。あの、結構こ、この土台を差し込むのが大変だったので、裏返した後に手を離したくなくて片手でできるかなって思ったんだけど、1号のドライバーが磁石になってて、ネジをこんな感じでくっつけられるんですよ。だから磁石をうまく使って片手でやることができました。じゃああとは飾り付けみたいな感じかな。 なるほど。<laughs> 家を取り付けるんだけど、うまくできるかなちっちゃい方の家を、この辺の穴に入れるんだけど、穴がね、<laughs> 差し込むのが難しそう。 前回自分でカッターで開けた穴なんだけど、穴が全然見つからん。もう一個の家の方先にやろうかな。<laughs> もう一個の家の方は結構わかりやすい穴ですね。わかりやすいのに全然刺さらないな。結構難しいのかも、これ。え <laughs> ー どうすればうまくいくかななんで <laughs> 全然刺さんない。えー、本当に刺さるのかな穴の場所はわかるんだけどな。あ穴間違ってた <laughs> なるほど、すり入らんわ。 まあ、それでも力づくではあるけど、さっきよりは、入るね。なんだ、普通に入りました。<laughs> こんな感じで家が設置できました。いやー、頑張ってたけど、何の意味もなかったね。完璧。こんな感じで。かわいい。達成感。 <laughs> 本当はそんな作業じゃないんだけど、達成感ですね。で、次。溝に差し込むのはフェンスでした。フェンスを開けていきましょう。フェンスを差し込む。家がちょっと隠れちゃうんだ。せっかくのうちの煙突とかが隠しちゃうんですね。 よしこんな感じフェンスともう一個の鉄のフェンスを差し込んで今回は終わりですなんだここかキュッとさせないとな,なんだ入らないな一旦ちょっとカッターでもう一回切り込みを入れようかな 前回の切り込みが足りていない気がしたので、これでどうかしら。<laughs> こんな感じ。できた。結構刺すの大変でした、このフェンス。こっち側そんなでもなかったんだけど。でもいい感じにできたんじゃないかなと思います。これでどっちも背景が完成に近いのかな結構しっかりした感じがしますね。で、フィギュアを。 早く接着したいね <laughs> こんな感じ <laughs> できましたこんな感じの二つが完成しましたいい感じいい感じかわいい <laughs> <laughs> 今回の動画はこんな感じ。次の号も楽しみですね。私は2個同時に来るので、次の偶数の間はちょっと遅れるんだけど、その後の奇数の間で2つ一緒に紹介していけると思います。いやー、あの額縁結構楽しみだったし、いい感じですね。次何が揃うんだろうなるほど。次回は、本当はここにね、別のテーブルが来るので、そこに置く、 ライトと、もう一個フィギュアとか、あと、電飾パーツとかも揃うみたいですね。じゃあ次の動画でまた組み立てて楽しんでいきましょう。今後の動画もお楽しみにバイバイ